ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。今日はシングルマザー、働く意欲生活かす。シングルマザーは育児との兼ね合いから安定した諸義につきにくいとみなされがちです。新型コロナウイルス拡大を受けた政府の休校要請でも大きな打撃を受けています。 一方で子供との暮らしを支えるために仕事を続ける意思が強い人は多いですと。えー、っとですね、角川ドワンゴ学園 N 校で教員のサポートや教材の強制などを家で行ってます。えー、現在はいろんな母親が午前9時から午後6時まで自宅で働いて学校教授や子供の 看病などで長抜けした時間外に起きないます。子供が学校が休んでも対応できる、収入が安定し、不安が解消して助かると。N コーンの話でした。先に失礼します。